したものか思い悩んでおった。これは改めて歌ってもらおう。大事な神様が多くの改革の熱心だったとか、それもあって落王様は淡路の神様の死に不信を抱いておられるのだ。昔老中筆頭だった頃、落王様ご自身も大奥の改革を進めようとなされて、さまざまな妨害に遭われたそのご経験からな。大奥の事情に詳しい者に誰か心当たりは？祭とは大奥の下働きの侍のことである。公儀の禄を貼る侍ではない。お年寄りや中老など大奥の中でも身分の高い女たちに個人的に雇われた侍で、いわば下男だった。ドイツの はい、ちょうど出ました。おごらせてもらおう。どうしてそれを？大奥へ奉公に上がった井筒屋の娘のことで聞きたいことがある。井筒屋の娘？今どうしているか調べてもらいたい。調べてくれたら何日前に渡そう。三沢屋さんの娘さんもお母さんも間に入ったのは暴露町の相模屋なんです。先住の旗子の娘もやっぱり相模屋が間に入ったらしいんで。おかよさんの大奥でどうしてるか、いつ様子がわかるんですか？声が聞いてます。おかよという名前なんだそうだ。おかよ、はい、井筒屋という呉服問屋の娘らしいだ。知りませんね。ありがとうございました。またどうぞ。井筒屋の娘というのは奉公に上がってないぞ。上がってない。詳しく確かめたのは、井筒屋の娘は奉公におらんよ。お主に勘違いだな。日本橋の三沢屋の娘は半年前奉公に上がったんですが、三沢屋の娘というのは知らんよ。千住の旗子の娘が大奥から男の子に逃げたそうだ。そんな話聞いたことがないな。聞いたことがない。大奥から逃げ出したなんて話聞いたことがない。